はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。権現です。それでは天地創造、実況の続きをやっていこうと思います。で、前回はですね、南極にある、ドライバレーに行きまして、そこにね、星のかけらを、捧げに行ったんですけれども、そうしましたら、ライトサイドの使者っていうね、アークそっくりの人が現れまして、アークがね、伝説の英雄であるということを告げられまして、そのままね、アークは意識を失いまして、第4章にね、突入したんですけれども、第4章が始まった途端ね、なぜかアークが、赤ん坊の姿になってまして、ストークホルムでね、エル王女に、育てられていたんですけれども、そこに、チューラのエルがね、やってきまして、ヨミと一緒にね、アークを、殺そうとしたんですけれども、なぜかね、気が変わったのかどうか分かんないんですけれども、とりあえず、チューラのエルがね、ヨミと一緒にどっかに消えてしまいまして、で、エル王女からね、英雄の槍と英雄の鎧というものを受け取りまして、そこでね、今度は、地表のヨミというのがね、現れまして、長老のじっちゃんがね、ダークガイアっていう、この世界でいうところの悪魔だっていうことを、教えてくれまして、とりあえずね、そのダークガイアを倒すというのと、あとはこっちの、地表の世界のね、ベルーガを倒さないといけないという展開になったところで、前回はね、終了したんですけれども、今回はですね、ベルーガをね、倒しに行きたいんですけれど、前回動画を見返してちょっと思ったんですけれども、ニアレイクの村がね、消えてますので、とりあえず今回はね、このニアレイクに、行ってみたいと思います。あ、でも人がいますね。小屋から火が出て、火が風に煽られて、村はあっという間にこんなになっちゃった。ああ、なるほど。なんかネオトキオが消えちゃったみたいに、この村も消えちゃったのかなーなんて思ってたんですけれども。なんか火事みたいですね。オラのトウモロコシが、ここで畑作ってた人ですね。あんた旅の人だろ？いろんな町を旅してるんだよな。はい。一つ頼まれてくれねえか？いいよ。いいよ。俺って優しいんだ。それを聞いて安心したよ。村は見ての通りの状態だ。だが、このままにしておくわけにもいかない。うん。しかし、この村はそれほど金持ちというわけでもない。そこで頼みだ。俺は9通の手紙を書いた。これを各地の人々に渡してほしいんだ。この手紙には村を立て直すためお金を都合してくれるよう村の願いが書かれている。この手紙を見せれば心ある人は力になってくれるだろう。よろしく頼むぞ。アークは9通のニアレイクの手紙を手に入れた。で、あの手紙はニアレイクの希望の光なんだ。よろしく頼むよ。頼まれましたけれども、手紙はこれか。ニアレイクの復興の協力を頼む内容が書かれた手紙だぜ、と。これを、復興に協力してくれそうな人たちに渡してくればいいのかな。俺はこの小さな村で生まれて育ったんだ。ここから離れたくねえ。そうでしょうね。こっちにも人がいますね。村が火事になっちまったせいで、村から違う町に出て行っちまう人たちもいる。このままじゃ、ニアレイクの村はこの世からなくなっちまうよ。なるほど。この人は？何もなくなっちまった。これじゃ、料理することもできねえべ。ハンバーガー作ってた人かな。で、この人は、何よこれ、信じられないわ。
ベルの元恋人でしたっけ。うがー家なくなっちゃいましたね。あ、おじいちゃん、なくなっちまったものはしょうがねえ。大切なのはこれからどうするかじゃよ。まあそうですね。こっちにウィルの家が、あ、ウィルの家は普通ですね。ケインズは、この町では町の復興こそが発展の糸口となる。またそれなくしてこの町の発展はありえないのである。丸。ちなみにこの町の現在までの発展指数は 10% である。なるほど。ウィルは、あ、普通にいますね。アク、その手紙は？え？ニアレイクの人たちが書いた手紙？僕はもちろん協力する。暇を見て町を再建する手伝いもするつもりさ。そうだよね。人間は一人だと小さい存在だけど、集まれば大きな力が生まれる。そうだ、僕の友達にも声をかけよう。キッズガーデンのみんなにもだ。これでとりあえず手紙渡せたのかな。8になってますね。ニアレイクのみんなにはいろいろ迷惑かけたからね。こういう時に頑張らなきゃ。うじうじ悩んでるだけじゃダメだよね。うん、前向きですね。ウィル兄ちゃんもね、飛行機を完成させたんだ。すごくよく飛ぶんだよ。今度ペルル兄ちゃんやキッズガーデンのみんなにも乗せてくれるんだって。あ、そういえばペルルはなんか冥宝様と一緒に、ベルーガのなんか研究所みたいなところに向かったなんて言ってましたけどね。まあとりあえずそれはそれとして、このニアレイクをじゃあ復興させないといけないのかな。ん？なんかセリフが変わってるな。あの手紙を誰かに届けてくれたんだね。ありがとう。おかげで少しずつお金が集まってくるようになったんだよ。こうして復興のための資金が集まるようになればみんなも頑張れると思うよ。うん。ということは、町の復興に協力してくれそうな人に手紙を渡す。フリーダムは誰かいるかな？こういう普通のお店の人とかではないんですよね、きっとね。今まで助けてあげた人たちっていうことかな。リオとはあんまり関係ないかな。パブ。手紙渡せそうな人。この人たちではなさそう。あれかな、ベルとかエディとかかな。とりあえず無駄なお金は使わないようにして、ここは何でしたっけ。あ、ここは普通のアパートかな。エディとベルはどこに住んでるんでしたっけ。この辺かな。あ、ベル、その手紙は何だい。え、ニアレイクの。その話は聞いたよ。ここだけの話、少しアマンダのことが心配でね。私もぜひ協力させてもらうよ。昔の恋人の住む町だ。他人事ではないからね。あ、これでよかったのかな。アマンダは無事なんだろうか。なんとなく気になって仕方なくてね。手紙は減ってますね。そっか、今まで発展で成功した人たちに渡せばいいのか。
エディ、なんだいその手紙は。ニアレイクの、あ、噂は聞いたよ。僕が少しでも力になれるのなら協力するよ。ニアレイクとフリーダムは近くにあって兄弟のような兄弟のような町同士だしね。うん、よかったよかった。あとはキッズガーデンの子供たちにも話をつけとくなんて言ってましたが、まあ子供たちはあんまりお金持ってないですよね。まあキッズガーデンってまあそもそも孤児院みたいな感じでしょうからね。あんまりこのキッズガーデンの子供たちは関係なさそうかな。そしたらあとはどこだろう。リッツの缶詰工場かな。では船でとりあえずヨーロッパ借りましょうか。借りましょうというかヨーロッパに向かいましょうか。あ、そっか、あとリッツとかルワールにもいっぱいいましたよね。あのマドレーヌとかあの辺の人たちに渡しに行けば良さそうな感じがしますね。セリフは何か変わってないですね。リッツ、まずは缶詰工場かな。なんだその手紙。火事になった町の人の手紙、ちょっと見せてみな。うう、かわいそうにな。ほら、こういう話に弱いだ。うんにゃ、男はこういう時に頑張らねばならねえ。ほらも力を貸す。お、ありがとうございます。缶詰も随分注文が来るようになったし、多少のお金は送れるぞ。ニアレイクとかいう町にまた行くことがあったら頑張れって伝えてな。了解です。あと手紙は5通か。あの工芸家の人は協力してくれますかね。あ、ここはちょっと行くのが面倒ですね。とりあえずこの邪魔なものをどけまして、この人じゃないのか、この奥にいる人ですよね。こっちの人かな。教会のステンドグラスは見てくれたかい。あれは私の作品なんだ。君がくれたクリスタルを加工して作ったんだ。なかなかの出来だろう。ん？この人は協力してくれないのかな。手紙は装備してますよね。この人は協力してくれないのか。せっかくクリスタル買ってきてあげたのに。薄情な人ですね。じゃあリッツは、エミリオ先生は、エミリオ先生の家はどこだ？ここかな？喋れない。町が大きくなった途端に急に病人が増え出してね。これはどういうことだろうね。人は仕事に追われてのんびり体を休めることもできなくなってるんだろうか。エミリオ先生は協力してくれないですね。あ、でも熱病の薬で儲けてるわけではないのかな。無料でくださるですもんね。エミリオ先生は空振りでしたね。じゃあリッツはこんなもんなのかな。
そしたらルワルに行ってみますか。ルワルは何人かいますよね。もうどこに誰が住んでるのか忘れちゃいましたね。ここは宿屋さんというかホテルか。ここはプライムブルー屋さん？あ、占いの館か。まあ、たまにはちょっと占いやってみますか。お前は忘れ去られた地に行く。そしてもう一人の自分と出会うのじゃ。あ、これはライトサイドの死者のことかな。あ、ピエール。カメラの人ですよね。ピエールは奥かな。手紙なんか大事そうに持って。なんだいそれ、彼女からの手紙。大変な町があるんだ。ふーん、そうなんだ。ねえねえ、僕も少しぐらいお金を送るよ。本当に少しだけど、少しの気持ちでも集まればいっぱいになるだろう。うん、ありがとうございます。この小さい善意がやがて大きなムーブメントを生むっていう感じなのかな。あ、マチス。マチスはどこにいるのかな。いた。君の持っている手紙は何だい。え、火事で亡くなった町。そっか、困っている町があるんだね。今なら僕にもお金がある。僕もその町のために復興のための資金を送らせてもらうよ。うん、ありがとうございます。お金で人の自由は買えないと最近思うようになったけど、お金で人を自由にしてあげることもできるのかもしれないね。うん、なるほど。あとはマドレーヌか。マドレーヌはどこで店を構えていましたっけ。上の方かな。こっちは何にもないかな。ロココアパート、ミフタアパート。そういえばなんかずいぶん前に自分の家買いましたよね。ミッシェル家具屋さん、品質第一、価格は第二。そんなあなたの家具屋です。あ、家具屋さんは協力してくれないですね。不動産屋さんは、アパートはどうだい。家具が欲しくなったら隣の家具屋で買うといい。うん、不動産屋も協力してくれないのかな。ジャン。ジャンはお金持ってるのかな。物の豊かさだけでは人の幸せは測れませんよ。これからは市民のより良い充実した生き方の手助けができればと思うんです。あ、お金は送ってくれないみたいですね。お、この子は、ルイはなんだか最近生き生きしてる。これで良かったみたいねーと。こんなに街がでっかくなったのに、ミアレイクの街は復興に協力してくれないのかな。ここは、あ、マダムパピオンは無理でしょう。キー、誰が何と言おうと店はやめないざます。ここは何でしたっけ。あ、ワイナリー。ワイナリーの人は協力してくれるかな。あ、なんだい、手紙なんか持って。郵便配達でもしてるのかい。なんだって、大火事になった町。そりゃ大変だ。よし、俺も男だ。少しばかり復興資金とやらを送らせてもらうよ。ありがとうございます。なに、人間困った時はお互い様だからね。うん、ありがとうございます。あと
あと2通か。あとはマドレーヌ。マドレーヌさんは髪が金色の人いた。その手紙何？まさか。困っちゃうわ。大火事になった町の人の手紙？なんだ。そういう話なら協力するわ。お店も順調で少しぐらいなら自由になるお金もあるの。うん、ありがとうございます。こういうことを言えるのもお店がうまくいってるからね。あなたには感謝しなくちゃ。いやいや、こちらこそ。あと1通か。ツーリスト？ツーリストは、まあ別にアークが助けたわけではないか。まあ一応紹介しておきますか。ミアレイクの手紙。あと一人は誰だ？あと一人は、アパートの人たちではないですもんね。もう一人、お金を持ってそうな人。あの人か。マチスのパトロンみたいな人いましたよね。ここかな。そうそう、リッチ。いかにもお金持ってそうですもんね。お金もらえます？うむ。なんだ、君の持っているその手紙は。ちょっと見せなさい。ふむふむ。なんと、こんな不幸な町があるとは。こうしてはいられない。早速、使いの物を出して、復興の資金を届けさせよう。金なら腐るほどあるからな。まあ、言い方は変ですけど。まあ、とりあえずありがとうございます。私はただのわがままな金持ちではない。正義の金持ちなのだ。うん、まあ、ありがとうございます。助かります。これでなくなってますよね。じゃあ、これでじゃあ、ニアレイクに行ってみましょうか。これで街が復興してればいいんですが。船着き場。で、ニアレイク。あ、ずいぶんなんかでっかくなってますね。こんなにでっかくなってるのか。あの焼け跡からこんな立派な町になるとは思わなかったよ。そうですね。こうして素晴らしい町を見るとなんだか涙が出てくるんだ。うん、まあいろいろずいぶん変わりましたね。イリノイズホテル。わ、ずいぶん立派だな。あ、そして人がいる。不滅の都市ニアレイクに乾杯だ。おじいちゃんは？バーボンもいいが、最近じゃルワールのブドウの酒が人気みたいじゃぞ。あ、この人、あ、でも違うか、フリーダムにいた人ではないのか。あ、よろず屋さん。特に買うものはなさそうかな。武器、まあいろいろ売ってますが、あ、でも全然お金ないですね。まあ前回ね、なんか英雄の槍と鎧を手に入れたんで、まあ多分あれ以上強い武器はないのかな。
あの焼け跡から復興を果たし、人々には生命の命が今まで以上に燃え上がっている。この町は十分に発展を遂げた。そして人々はより良い町づくりにこれからも努力するであろう。その行く末はもはや私には計り知れないのである。丸。うん、じゃあこれで復興は完了かな。そしたら、まあ、いろいろ話聞いていきますか。あ、そうだ、一応これもカメラに収めた方がいいのかな。パシャ。ゴッシーっていう恐竜を見に来たの。会えるといいな。ゴッシーはいますかね。人魚？恐竜？ははは。何を夢みたいな話をしているんだい。この文明社会でそんな話をされたら誰だって笑っちまうよ。ああ、なるほど。なんか自然信仰が薄れちゃったのかな。こちらではニアレイクで採れた穀物を各地に送っているんですよ。火事のおかげでニアレイクのことが全国に知れ渡ってね。いろんな土地からいろんな人が穀物の買い付けに来るようになったんだよ。なるほど。トウモロコシ作ってた人かな。火事が起きた時はもうニアレイクはおしまいだと思ったけど、人間は諦めさえしなければ何でもできるということがよく分かったよ。うん、まあ立派に立ち直りましたが、まあちょっと負の側面もあるのかな。ここは何だろう。誰もいない。お、この嫌なカップル。うが、何さんた、誰が家の中に入っていって言ったのよ。この言い草ですよ。せっかく助けてあげたのに。まあベルは彼女と別れて正解だったかな。でここがホテルか。このお姉さんは、昔この町にあった掘ったて小屋とか牧場は他の土地に移転させたんですって。あ、そうですか。ここはオラのこと覚えてるだか。料理の鉄人ミックだべ。あ、ミック。あ、ミックバーガーなんて作ってますね。オラ、あの肉の料理で店を持ったんだべ。これが大繁盛なんだべ。おめえもよかったら中に入って食ってきな。うん、じゃあ食べましょう。ミックバーガー。立派になりましたね。うわ。気持ち悪い人形がある。ミックも偉い人さ、なっちまったね。ん？ミックも偉い人さ、なっちまったねか。あ、なんかケバい人がいる。この人、昔は農家だったくせに土地売っちゃって、だから田舎者丸出しで。でも、お金持ってるし、もうちょっと付き合ってやるかっていう感じ。嫌な感じですね。ガハハハハ。ほら、単独へ。いや、うまいね。これでミックバーガー8個目だよ。う、お腹が。汚いな。汚い SE が流れましたね。賭けで負けてさ、スマイル頼まなきゃいけなくなっちゃったんだよ。なるほど。某 M バーガーのことですね。いらっしゃいませ。ご注文をお願いします。スマイル以外10ジェムです。こちらから選んでください。じゃあ、ミックバーガー。ポテト。まあ、セットにしますか。飲み物。買う。少々お時間がかかりますので、お席の方でお待ちください。はい。あ、ちゃんと運んでくれるのかな。お待たせいたしました。ごゆっくりどうぞ。あ、食ってますね。バリューセット。ごちそうさま。いや、立派になりましたね。あ、奥行けるのかな。行けなさそうですね。どっかなんか入り口があるのかな。
ありがとうございました。いえいえ。いや、立派になりましたね。ミックさん。ここは、今後二度とあんな火事が起こらないように考えて町づくりをしたんですだべ。町の消防団も作ったし、町の自治体制も整えたんですだべ。なるほど。ほら、いつだって火消しに出動できるですだべ。これからはニアレイクは世界一安全で快適な街になっていくですだべ。ちょっとまだ鉛は抜けてないのかな。世界中からニアレイクの復興のために協力が寄せられたんだ。今のニアレイクはいわば人の善意の塊なのさ。うん、まあそれはいいんですが。前はツーリストはなかったですよね。この人は、生活も随分楽になったし、乗り物も便利になったし、私も旅行でもしようかね。うん、まあ行ってらっしゃい。ミックバーガーがありまして、あ、プライムブルーだ。この人は、ビルが空を突き抜けるように立っているだ。実にすがすがしいじゃねえか。まあ随分立派になりましたね。あ、そういえばウィルはどこにいるんだろう。おばあちゃんが寝てるから静かにしてあげてね。はい。むにゃむにゃ。ふふふ。おじいさんたら。この老夫婦は相変わらずかな。こっちの部屋は何でしょう。あ、おじいちゃん。わしは昔のニアレイクが好きじゃった。汗を流し、畑で働き、緑や動物に囲まれ、生命の声が近くに感じられた。しかし、今は冷たい建物に閉ざされて、そんな声は聞こえません。なるほど。まあ、こういう側面もどうしても生まれてきますよね。ウィルは、どこにいるんだろう。あ、外出ちゃいましたね。ん？ここはなんだ？ここに住んでるのかな？オイラは額に汗して働くのが大好きさ。何度生まれ変わってもこうして働き者のオイラでいたいもんだね。あ、この人はクリスタルホルムにいた人と同じこと喋ってますね。ニアレイクも立派な都市になっちまったもんだね。でも私はお日様と土の匂いと生活するのが性に合ってるよ。なるほど。うん、ということはクリスタルホルムっていうのはこの、まあ、地表の世界のこう裏の側面みたいな、そんな感じなのかな。ニアレイクも大きくなってみんな神様を恐れる気持ちもなくなっちまったようだよ。これでいいのかね。あ、そうですよね。こういうことなんですよね。町がでっかくなったら、オラの農地はこんなに小さくなっちまっただ。人は作物なしでは生きていけないっつうのにな。そうですね。もう。そう、前回ね、まぁ、ちょっと、クリスタルホルムってなんだろうみたいなことを喋ったような覚えもあるんですけれども、うん、まあいまいち分かってないっていうのがね、正直なところなんですよね。あ、ここは？ここはなんだ？あ、ウィルだ。いや、君か。空の旅は快適だろ？そうそう、君に頼みがあるんだ。実は飛行場のことなんだ。
もし飛行場を作りたいっていう町があったら飛行場の設計図を渡してあげてほしいんだ。遠くの地でも飛行場があれば飛行機で行き来できるようになるだろう。引き受けてもらえるかい？いいよ。いいよ。設計図を持っていけばいいんだろう。本当かい？ありがとう。よろしく頼むよ。アークは飛行場の設計図を手に入れた。飛行場の設計図。ということはこれを、あそこか、サンコースとか、あそこに持っていけばいいのかな。じゃあ行ってみますか。まぁ、ちょっと今回動画が長くなりそうですが、ずっとね、サンコーストの牧場の人が、肉をね、運ぶのに、まあ船じゃどうしても悪くなっちゃうみたいなことをね、まあ前々から言ってたんで、まあ、私自身もね、なんか気にはなってたんですが、これで解決できそうかな。オーストラリア、この上あたりかな。で、どの人に持っていけばいいのかな。この会議してた人たちかな。オラが村に人が来ないのはやっぱ島国だからだと思うんだと。この人じゃないか。世の中には空をひとっ飛びする乗り物があるそうな。オラが村にもあればな。飛行場の設計図、装備、そのまま。この人に渡せばいいのかな。違いますね。あんたの持っているそれは何だ。なんと、それで空飛ぶ乗り物の止まるところが作れるとな。実はオラガ村にももっとたくさんの人が来るようになればいいと話してたとこだよ。それをオラガ村にくれないだか。あげる。いいよ、やるよ。これをくれたやつもいろんなところに飛行場を作りたいんだって。アークは飛行場の設計図を差し上げた。ありがてえこった。こいつがあればオラの村にも人がたくさん来てくれるだで。んだば、すぐに若い衆を集めて飛行場とやらを作ってみるだよ。お願いします。この人はちょっと反対派なんですよね。これで外に出たら飛行場できてるかな。あ、そうだ、その前に牧場の人に会ってきますか。村長の話を聞いただよ。何でもオラの村にも空飛ぶ乗り物が来るそうだな。それができればオラの牛もいろんな土地に運ぶことができるだよ。そうなるといいんですが。あ、100% になってる。飛行場ってできてます？できてないですね。これはどうすればいいのかな。ケインズさん、ちょっとさっき話流しちゃいましたが、この町では発展を望む機運は高いが、立地条件が非常に悪い。人々をこの土地に呼び込むこと、また知名度を上げることが発展の鍵となるのである。知名度を上げるってことは、カメラに収める。これをいろんな町にまた持ってけばいいのかな。とりあえずツーリスト、じゃあガンガン紹介しましょう。
あとは何かやることがあるのかな。あ、そういえばさっき名前に挙がってたあのリオットかな。リオットってあんまり寄ってないですもんね。あの辺に寄ってってでツーリストに行けばいいのかな。確かリオットはそんなにっていうか発展する感じではないんですよね。あれ、リオットはツーリストはないのかな。ツーリストなさそうですね。上はあの神様の像ですもんね。ここではないのか。そしたらまた一箇所一箇所町回っていくしかないのかな。じゃあまたフリーダムからいろいろ町回ってきますか。3コーストを紹介すればいいんですよね、要は。ツーリストはどこだ？あった。ルワール、リッツ、ニアレイク、サンコースト。これで、ニアレイク、まあ、さっきもなんか紹介はしたと思うんですけどね。なんかフラグの関係なのかな。あれ？あったあった。じゃあガンガン紹介していきましょう。そしたら、まあ一応ルワールとリッツも行った方がいいのかな。ちょっと行ってみますか。まあ、かなり動画が長くなっておりますが、まあ、今回は完全になんか寄り道っていうか、この復興をするだけで終わりそうな感じですね。まあベルーガとかね、あのじっちゃんというか、あのダークガイアでしたっけ、あの辺の話も非常に気になりますけどね。それよりも、まあ、今できることをしっかりやっておくっていうのが大事かな。と言い訳をしておりますが、あれ、リッツはツーリストはありませんでしたっけ。なさそうですね。じゃあルワール結構面倒だな。一回どっかで動画を区切って2回に分けた方が良かったかな。こんなに長くなるとは思わなかったんですけどね。あれ、ツーリスト、あったあった。じゃあ紹介しましょう。これで OK かな。
あと行けそうな街は、ユンコウか。あれでもユンコウにはツーリストはなかったかな？ユンコウはツーリストはないか。まあ、とりあえずこれでオーストラリアっていうか3コースト行ってみましょうかね。アフリカの方はないですもんね。まあでも 100% になってたから別にいいのかな。あ、滑走路できてますね。ん？ここは何だろう。あ、牧場かな。街を近代化するっつんで牧場を離れた場所に移した。だがな、街がいくら大きくなっても牛っ子は牛っ子だ。ほら、立派な牛っ子たちをこれからも誇りを持って育てていくつもりだよ。うん、なるほど。これがあの肉を輸出したかった牧場の人ですよね。まあでっかくなりましたね。ん？これは？あ、なんかアイテムがあった場所かな。で、滑走路があって、3コースト。うん、かなり立派になりましたね。お日様は気持ちいいし、風は爽やかだし、極楽、極楽。イバ、鼻血がけないで、ヤジ伸びジュース、伸びすぎて、鼻血が出ちゃったんだ。ああ、そうですか。この辺も随分立派になったけど、私の仕事は変わりません。あ、ヤシの実ジュース屋さん。まあいいです。ごめんなさいね。お土産は何にしようかな。そういえば、かっこいいメダルが打てたっけ。かっこいいメダル。お。下心があって、彼女を誘って、ここに旅行に来たんだ。ひひひ。下心があったのか。リゾートに連れてってくれるって言うから、とりあえずついてきたけど、おごらせるだけおごらせて、もっといい男を捕まえに行っちゃおうかな。あ、なるほど。お似合いですね、この二人。この街は紫外線が強いんだってさ。サングラスは欠かせねえな。サングラスとかも売ってるのかな。もしもし、ママ、飛行機は言わなかったよ。天気もとてもいいよ。何を話してるんだ。あ、せっかく羽ブーンで来たのに、旦那が熱出して寝込んじゃったのよね。かわいそうに。うんうん、暑いよ、苦しいよ。あ、そうだ、熱病の薬って持ってますね。もうずいぶん前にね、あのエミリオ先生の病院からもらってきたものなんですが。あら、あなたその薬何？え、熱病の薬ですって。ねえ、それもらえないかしら。え、いいよいいよ、あげるよ。早く旦那に飲ませなよ。ありがとう。そうそう、何かお礼しなくちゃね。新妻の常識だわ。そうだ、これをあげるわ。綺麗なメダルなの。昨日砂浜で拾ったのよ。アークは水のメダルを手に入れた。水のメダルって持ってましたっけ。あ、まあ、というか、そもそも魔法の使い方がよくわかんないんですよね。あ、ありますね。少しの間身を守ってくれる魔法。この辺の魔法とかもね、全然買ってないですからね。まあ、ようやく熱病の薬が役に立つ日が来ましたね。そしてもう50分。今回は相当長くなりそう。
コアラって可愛いよな。まあ可愛いですけどね。あ、プライムブルー屋さん。うん、なんか買った方がいいのかな。まあいいか。お金もないですしね。まあそういえばコアラというか、あのオーストラリアの大火事でね、なんかかなりの数のコアラが死んじゃったらしいんですが、大変ですよねオーストラリア。ライトスーピア、プライムスタッフ。まあでも伝説の武器があるから、もう今更武器関係はいらないのかな。符号。あ、ツーリスト。まだ不足してるのか。じゃあカメラ。じゃあガンガン紹介しましょう。これで OK かな。あと行けそうな場所はどっかあるかな。シーフードバイキングを35杯も食べちゃった。たらふく食べてすごく幸せ。シーハウス、ここがバイキングか。バイキングは前にやりましたね。今はバイキングにはやってないんですよ。ごめんなさいね。ここは、あ、ケインズかな。この町は十分に発展を遂げた。そして人々はより良い町づくりにこれからも努力するであろう。うん、OK ですね。あ、この人は、動物園には行ってみたかい。観光の目玉として町が作ったものなんだけどね。なんでもサファリアムで動物を捕まえて連れてきたらしいよ。ああ、こういうことになっちゃうのか。サファリアム。あ、うちの人は村が発展したのを喜んでるけど、なんだかね。飛行機とかいう乗り物はひっきりなしに飛んできてうるさいし、人も大勢入ってきて街は賑やかというよりうるさくなっちまった。昔のように部屋から海の音が聞こえなくなった。なんだか寂しいよ。うん、こういう側面もありますよね。いや、オラが町にもいろんなところから人が来て有名になっただよ。あんたにもほんと世話になったな。いえいえ。よかったらそこにある綺麗な石でも持って行ってくれよ。じゃあありがたく頂戴しましょう。そしてサファリアムから連れてきた動物園。動物園のカンガルーネズミがもうもうもうたまらなく可愛かったわん。ああそうですか。はいはい、サンコースト名物動物園はこちらだよ。珍しい動物がたくさんだよ。ここか。コアラさんってあんまり動かないんだもん、つまんない。まあコアラはもともとオーストラリアにいたからまあいいとして、あ、この猿とかもサファリアムから連れてきたのか。すごいね、ちっちゃいのによく動くね。あ、ライオンがいる。ライオンがいますが、確かライムくんはね、あのネオトキオの下水道で暮らしてましたが、ライムの仲間が連れてこられちゃったのかな。動物さんたち泣いてるよ。お家に帰りたいって、かわいそうだよ。そうですよね、偽物になっちゃってますね。これカメかな、カメ次郎でしたっけ。名前忘れちゃいましたが、まあ人間の文明が発展すると動植物にとっては
まあ、ちょっとマイナスな部分が出ちゃうっていうことですよね。うん、深いな。そしたら、まあ、とりあえず飛行機乗って、ベルーガのところ、ベルーガのところっていうか、グランドモスクでしたっけ？グランドモスクはどこだ？ここか。まあ、とりあえず今回すごい長くなっちゃったんですけれども、グランドモスクで確かセーブができたと思いますので、なんか話変わるのかな？偉大なるベルーガ様は必ずや蘇る。話はあまり変わってないかな。ベルーガ。まあ、ベルーガの考えてることっていうのもよくわかんないですけどね。宿屋さんはここか。あったセーブポイント。まあ、今回かなり長くなってしまいましたが、とりあえずセーブをして、終了したいと思います。はい、ということでね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回もね、頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、ゴンゲンでした。